Alright guys, it is your buddy Kintips here. We are playing Sekiro Wars today, and we're continuing off where I left off. This is going to be my Let's Play number 19, and it's getting good, guys. This is chapter 6. I believe there's 7 chapters in this game, or more, so maybe 8. So, guys, I think there's a prologue too, so yeah, so we're almost finished, but it's getting really good now. I gotta get my trust levels built up on all these characters. I screwed up when I started the game originally, but I'm getting the hang of it and trying to do the proper selection. And we're continuing off where I left off here. Let's load up the save. All right, here we go, guys. Let's do this. And don't forget to subscribe to the channel. Help the channel out, guys. Thumbs up the video. Hit the like button. And yeah. Let's get going.待たせたな、さくら。状況はどうだ？コーマが帝撃を狙っています。それにすごい数です。落ち着いて戦えば二人で。了解。生きれるか、生きれるか。
守りきれたよ。清十郎さんがいてくれ。ねえ清十郎さん、また私がピンチになったらすぐに駆けつけてくれますか？俺が隊長になって君を守る約束だからな。清十郎さん。
何をしてるんだい。さくらの練習を見ていたの。綺麗な迷いのない剣をね。アナスタシア。ごめんなさい、邪魔をしては悪いから、もう行くわ。アナスタシアさん。アナスタシアさん、何かあったんでしょうか。後で話でもしてみるか。それはそうと、さくらの方は大丈夫か。主役をやることになったけど。不安がないって言うと嘘ですよね、清十郎さん。私が主役で。それは。さくらなら大丈夫さ。きっと今までで一番の奇跡の鐘になる。嬉しいけど、さすがに重圧で苦しく。さすがの桜でもそんな風になるんだな。当たり前ですよ、私だって普通の女の子なんですから。そうだったな、ごめんごめん。いえ、でも清十郎さんと話してたらなんだか勇気が湧いてきました。ありがとうございます、清十郎さん。私一緒にお願いできませんか。前の脚本を見つけたんですけど、少しイメージがつかみにくいところがあって。ええ、いいわよ、私で力になれるなら。ありがとうございます。それじゃ資料室へ行きましょう。喜びはいつだってそばにある。今日は特別な日だから、少しだけ、もう少しだけ夢をください。アナスタシアさん、次はアナスタシアさんのセリフです。え、あ、ごめんなさい。どこか調子が悪いんですか。さっきから集中できていないようですけど。なんでもないのよ、ごめんなさい。アナスタシア。キャプテン。君が間違えるなんて珍しいな。ごめんなさい、今日はもう休ませてもらうわ。シアさん、お願い。
待たせたな、さくら。コン、了解。来るのか、さくら、大丈夫か。はい、まだ行けます。もう少し頑張ってくれ。全力で行くぞ。行きます。いくら来たここで、ちょっ、ここで、ちょっ、て行きます。行って、はい、ここで、ちょっ、行って、はい、行きます。行って、はい、you
Pow. ごめんなさい。それは不正事。それはさあたそいえありがとう。君がみんなの指導もしていて大変だし、少し休んだ方がいいんじゃないか。そうね、その方がいいのかも。アナスタシアさん、ごめんなさい。今日はもう休ませてもらうわ。アナスタシアさん、何かあったんでしょうか。そうだな、ちょっと心配だから。お願いします、神山さん。どなたかしら。俺だ、アナスタシア。少し話をさせてくれないか。キャプテン、ごめんなさい。今は一人にしておいてほしいの。君を放っておけない。何か悩みがあるんじゃないのか。まったく、いつも強引ね、キャプテンは。わかったわ、入ってちょうだい。部屋まで押しかけてしまってすまない。だけど
どうにも気になって。今日の君はどこか様子がおかしい。隠し通せそうにないわね。ごめんなさいキャプテン、私帝国歌劇団を辞めるわ。なんだって。俺が嫌いになったのか。私があなたを好きだとでも思ってたの。え、嫌われてたかな。冗談よ、頼れる隊長だと思ってるわ。納得ができない。理由を教えてくれ。私を迎えたいと、必要だと、そう言ってくれるところがあるから。それは俺たちだって同じだ。君だって分かってるはずだろ。ありがとう。でもね、私は一つのところにいられない女。これは運命なのよ。星の導きに人は逆らうことはできない。アナスタシア、分かった。決意は固いようだね。だけどこれだけは覚えておいてほしい。帝国歌劇団は君をいつまでも待っている。だって君はもう帝劇の仲間、家族なんだから。この帝劇を君の家だと思っていつだって帰ってきてくれていい。アナスタシア、ありがとう、ありがとうキャプテン。いつまでここにいられるんだ。クリスマス公演までよ。それが私の花組としての最後の公演になるわ。そうか、じゃあそれまでは。みんなまた盗み聞きしてたのか。そんなことどうだっていい。水くせえじゃねえかアナスタシア。アナスタシアさんは世界のスターですから、帝劇が独り占めできないのは分かりますけどよ。どこにいても私たちは仲間だからさ。そんな悲しい顔するんじゃねえよ。里の掟8条、仲間は家族、離れていても心は一つ。そうです、私たちはずっと心でつながっているんです。あなたたち、クリスマス公演は一緒にできるんですよね。だったらそれまで私たちを鍛えてください。アナスタシアさんがいたから私たちはここまで来られた。アナスタシアさんを見送る最高の舞台を私たち全員で作りたいんです。バカね、あなたたち。私なんかにこんなアナスタシア、こんな気持ちは初めてだわ。自分でなく全員で成功させたいなんてね。いいわ、全力でついてきなさい。最高の舞台を作り上げるわよ。はい。こうして私たち花組の最後の特訓が始まりました。もっと指先まで感情を込めなさい。指先でそこにあるものを感じさせるのよ。あなたがないものを舞台に作り出すの。なるほど、こうか。さくらは動きが直線的になりがち。だから円の動きも心がけて。円
んですか。剣術と舞台は違うわ。今は女性らしい柔らかい雰囲気をまといなさい。円のような滑らかな軽やかな動きを。はい。クラリス、あなたの声はもっと多くを語れるはずよ。声に意味だけでなく思いを、情景を乗せなさい。はい、やってみます。アザミは勢いでセリフを読む癖があるから、一言一言にもっと気を使うことが必要ね。わかった。そしてクリスマス公演をあさってに控えた12月22日、あの鐘の音と共に。やったぜ、完璧だろ。おい、間違いなく完璧。心が震えます。これなら。ああ、素晴らしい演技だった。これならクリスマス公演も大成功間違いなしだ。これもアナスタシアさんの指導のおかげです。ありがとうございました。みんなの努力のおかげよ。それにこれは本番じゃないわ。大切なのは本番で最大限の力を出すことよ。わかってる。そのためには。休養が必要かもしれないな。疲れをためては本番に響くだろう。さすが神山だぜ。分かってるじゃねえか。そうね、いい判断だと思うわ、キャプテン。でもちょっと不安です。大丈夫よ、あなたたちは十分に練習してきた。本番はあさってイブの夜。今は体を休めて本番に備えなさい。体は休めても緊張感は保つこと、それは忘れないでね。よし、それじゃあ解散。みんなお疲れ様。
誰かしら？キャプテン、どうしたの？アナスタシアにお礼を言おうと思ってね。私に？一体何のお礼かしら？それは、定劇に来てくれてありがとう。アナスタシアと過ごせて本当に楽しい日々だった。こちらこそとても楽しい日々だったわ。明後日で最後だなんて考えたくないわね。ああ、でもまだ2日ある。明日1日、そしてクリスマス公演、最後に忘れられない思い出をいっぱい作ってほしい。最後の思い出そうね。ねえキャプテン、もしよかったら明日私に付き合ってくれない？え、俺と？ええ、キャプテンと最後の思い出を作りたいわ。もちろん他に用事があればそっちを優先してもいいけど、どうかしら？そうだな。もちろんいいよ。二人で最後の思い出を作りに行こうよかったわ。ありがとうキャプテン。それじゃあ明日は歌舞伎座前の待ち合わせでどうかしら？わかった、歌舞伎座の前だね。絶対に行くよ楽しみにしているわ。おやすみキャプテン。寝坊したらダメよ。ああ大丈夫だよ。おやすみアナスタシア。神山さん、何かご用で？いや、クラリスがどうしているか気になってね。やっぱり落ち着かないかい？お見通しですか。さすが神山さんですね。本でも読めば落ち着いて眠れるようになるかなって思ったんですけどその様子じゃ明日も一日中頑張って本を読んでしまいそうだな。どうかな、明日は本を置いて気晴らしに出かけてみたらどうだい？気晴らしですか。例えばどんな？そうだな、例えば俺とデートしてみる言うと思いました。その手には乗りませんよーだそれは残念。でも神山さんが言うように気晴らしに出かけるのもいいかもしれませんね。それじゃあ神山さん、よかったら明日私に付き合ってもらえませんか？え、俺とかい？それはいいよ、付き合うよ。ありがとうございますなんだかとっても楽しみになってきました。
俺もだよ。でも本当に俺でいいのかい？はい、神山さんがいいです。前にデートした時もすごく楽しかったですし。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいね。じゃあ明日は本屋の前で待ち合わせしませんか？本屋の前だね。ああ、必ず行くよ。はい、それじゃあおやすみなさい、神山さん。ああ、おやすみ、クラリス。ああ。どうしたんだ、神山。何かあったのかよ。いや、何もないけど。ま、いいや。私もそっち行こうかと思ってたんだ。俺に用が？もしかして。デートのお誘いかい？光栄だな。あ、ちげえよ。そんなわけあるかよ。初歩？あ、いや、なんていうか、その…どうしたんだろう。なんだかいつもの初歩らしくないぞ。なあ、神山、おめえ明日暇か？よかったらさ、一緒に付き合ってほしいところがあんだけど、どうかな？え、一緒に？それは。いいよ、付き合うよ。本当か？よっしゃ、やったぜ。喜びすぎじゃないか？わりわり、嬉しくてついな。じゃあさ、明日は帝都中央駅の駅前広場で待ち合わせな。いいか？ああ、わかった。帝都中央駅の駅前広場だな。どこに行くつもりなんだ？それは明日のお楽しみってやつだ。それじゃ、神山、明日に備えてさっさと寝ろよ。おやすみ。ああ、おやすみ。そう。はい。どうしたんですか、清十郎さん。いや、さくらがどうしているか気になってね。もう休むところだったならすぐに帰るけど。いえ、大丈夫です。その、なんだか眠れ、明日はお休みになりましたけど、やっぱりちょっと不安なんです。体を動かしていた方が気が楽っていうか。さくららしいな。それなら、デートにでも行くかい？デートですか？でも、誰と？そりゃ、さくらが好きな人と行ってくればいいと思うけど。あ、そうですよね。好きな人。好きな…さくら？ごめんなさい、でも嬉しくって。そうと
ち合わせ、どうですか？ああ、わかった。ミカサ記念公園だね。必ず行くよ。はい。それじゃあおやすみなさい、清十郎さん。ああ、おやすみ。神。何か用事があった？うん、アザミは棟梁から極秘任務を受け取った。明日遂行しなくちゃいけない。この話をしていいのは清十郎だけって言われてる。やったんさいさんからの極秘任務、それは楽しそうだな。ワクワクするよ。うん、絶対楽しい。アザミが保証する。それでどんな任務なんだ？偵察か、潜入か、それとも暗殺か？清十郎、やる気があるのはいいけどちょっと怖い。え、あ、ごめん、なんかその気になっちゃって。それでどう？任務の話聞いてくれる？聞けば後には引けなくなる。だが、アザミのためだもんな。わかったよ。で、どんな任務なんだ？うん、あのね、清十郎、アザミとお出かけしてほしい。え？明日一日アザミとお出かけしてほしい。それが任務？うん。ダメ？それは。もちろんいいよ。一緒にお出かけしようか。本当に？清十郎、ありがとう。まあ、お安い御用だし。じゃあ、明日は準備ができたら。アザミの部屋に来てほしい。アザミの部屋だね。わかった。必ず行くよ。うん、楽しみに待ってる。Alright guys, it's your buddy Kintips here. We're gonna stop the video and stay tuned for the next one. The next one's gonna be exciting because we've got all these dates lined up with all these members of the Flower Team. So alright, don't forget to subscribe to the channel, thumbs up the video, and stay tuned for the next exciting video.